渡辺要さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素敵な着物ですね。もう毎回着物が違うんです。もう本当に、はい、いやおかげさまでねえ、はい、これは何色っていうんですかね。これ、いや言えなかったらいいんですよ難しいです。色でもいろんな、ね、言い方があるから。そう、王道色、王道かベージュかみたいな感じの、ね、何を着ても、着物姿は似合いますタキシードも着るんですか普段。あ、着ますよタキシード。コンサートではね。はい、タキシードを着させて、まあ、でも着物が8割ぐらいですか。 9.5 割や、ね、9.5 割、はい、ほとんど着ひんがな服、うん、でもまあ着物が好きですから、はいはい、僕歌い手さんにな、さんってことないけど、はい、なる前寿司屋をやってましたけども、はいはい、寿司屋の親父の頃も着物着てました。あ、着物で。で、いらっしゃいませってお茶をこう差し上げてました。あの、はい、こんな高い下駄履いてやってるとか。いやいや、それはあの調理場に入るときね。あ、それまではもう降りて。そうですか。で、たすき巻いて、こうパパッと寿司を握ったり、ね。想像すると似合いますよね、うん、絶対に。いやいや、あの、大体僕はあの、威勢のいいのが好きなんで。あ、いらっしゃいませいう寿司屋はないから。うん、しゃいませですから。おドレミファ、いい声ドレミファソの音が一番いいんですよ。いらっしゃいませ、ね、おはようございますはその音です。その音、その音、その音、そうそう、シャレ言うてる場合やないね。はい、今日は何を歌ってくださいますか。はい、演歌です。はい、演歌ですよ。あ、そうか、はい、あの、はい、あの昨年の6月発売のとんぼり流しという、あ、はい、あのとんぼりはひらがなのとんぼり、そうですね、で流し3曲で出たんですよ、はい、一度に。最近3曲が多いですね。多いですね、3曲4曲の人もいますしね。ああ、それは私欲の名作ですよね分かります、まあ、分からんかちょっと無理がありましたけど、はい、それでは渡辺要さんでとんぼり流しお聴きください。とんぼり流し
ああ松竹梅ありがとうございます。